全然見えねえや。夢の舞台なんて言っても客席から見ればこんなもんだってことか。俺もあんなんだったのかな。なんでもっと早く、もっと早くに冴島さんに会えなかったんだろう。ババ あんた冴島さんの仲間なんだろう。やめろ、やめるんだ。おい、ババちゃん、どうしてみんな。何やってんだババ。自分から命捨てるバカがあるか。大島さん、よかった。超法規的措置使ってまで東京に来た甲斐がありましたね、高坂さん。ああ。どういうこと？あの刑務所の騒動からしばらくして、お前ら二人が月見野にいるとき、冴島さんから高坂さんに連絡があったんだよ。連絡？ああ、馬場を救い出してやってほしいってな。俺を？冴島さん気づいていたみたいなんだ。
ババちゃんが誰かの指示で動かされた人間だったって。冴島さんからの伝言だ。網走で待つ。兄弟一緒に同じ罪を償おうってな。帰ろう、ババ。お前には待っている人間がいるんだ。あいついいな。戻れる場所があって。俺は帰れる場所どこかあったっけかな。もしもし。東京旅行はどうだ、白田。高杉さん。急にいなくなるからよ、心配したぜ。心配って、もうお金なら返したじゃないですか。そうじゃねえよ、金じゃなくてお前の心配してやってんだよ。え？そういや、ミルクって風俗嬢の姉ちゃんが釈放されたみたいでな、お前に伝えてほしいことがあるって言ってたわ。ゴムなしベッド90分、3000でいいから店に来いってよ。みんなお前の顔が見たいってよ。帰ってこい、品田。それにお前が帰ってこないと俺も完全証明出せねえで困ってんだな。おい品田、お前ちゃんと聞いてんのかよ。おいおい、シャダ、やっぱ悪い。シャダ、おいおい、シナダ、おい、来るかい。なんだこいつ、まさか失敗したのか。こうなったら予定変更だ。今すぐお前らを殺して。まさか。もう終わりだ、黒沢。堂島、お前。さすがにここまで長時間のイベントは初めてだからね。はるかは？ちょっと、はるかどうしたのそれ。え？ちょっと、やばくないそれ。大丈夫です。大丈夫ってことないでしょ。ちょっと待って、今誰か呼んでくるから。いや、本当にいいから、ここで待ってな。